した傷ではないようですが。けれどこのところ少し無茶しすぎです。あなただって不死身じゃないんですよ。最近魔物に襲われたという報告が増えています。あのような強靭な種族までも混じってきていると。やはりこれは厄災復活の予兆と考えるべきなのでしょうか。さあ急ぎましょう。最悪を想定し万全の構えを敷いておかねばなりません。